東八丁目篠路通り付近の道道273号、北海道道273号番那黒、札幌線は、北海道石狩市から、札幌市に至る、一般道道である。札幌市行きは、札幌市管理路線。石狩市役所前からバラト川の南を東に走り、国道231号の交点からは、4回、布施子川を渡った後、 西側にやや離れて並行する。岡玉地区から東区を斜めに横断し、札幌駅近くまで通じる。明治時代には重要な道路だったが、現在は一概にはそうは言えない。1873年に、篠路村の葉山聖太郎によって、札幌から北に敷かれた最初の道で、伏線川西岸の自然堤防上に作られた。岡玉、篠ノ バラトといった札幌郊外の村をつなぎつつ、石狩川に出る道であったため、沿道には本隆寺やしのろ神社など、江戸時代以前に創立された神社仏閣も存在する。明治の初めには、これが札幌から北に向かう唯一の道らしい道であった。1888年に新しい石狩街道が創生川沿いに作られた時に、元村街道と解消された。 これは、街道沿いの札幌元村にちなむ。石狩川の流路が変更になってから、取り残されたバラト川に通じる道になった。布施小川も暗渠になったり直線になったりしたため、古い道路と稼働が平行するのは下流の一部に過ぎない。現在は、時に他の大きな通りの一部に曲がりし、時に他の整然と直行する道路を無視して、斜めに走る。 5番目を基調とする札幌の道路網を無視して曲がりくねり、もはや地形に残らないかつての伏せ子川の流れを伝えている。ありがとうございます。